はい、こんにちは、岡本雅樹です。今日ここ和歌山県は快晴の秋晴れなんですけども、あえてこのレイニーワルツという曲をやりたいと思います。これは昔川崎に住んでいた頃に書いた曲で、2010年なんですけども、それを後にベルリンに持って行って5年後に仕上げたという曲で、僕にとっては大変思い入れ深い曲です。ワルツっていうのはヨーロッパ発祥の3拍子のダンス音楽でして、これも 1-2-3-1-2-3-1-2-3 という風に3拍子になってます。で、そのヨーロッパ発祥のワルツが海を渡りアメリカに行って、ジャズミュージシャンに多く取り上げられ、例えばビル・エヴァンスのワルツ・フォー・デビューという曲など、曲などがたくさん生まれました。ワルツ・フォー・デビューは村上春樹のノルウェーの森に出てくる曲ですね。で、僕のこのレイニー・ワルツはそっちの方のアメリカのジャズワルツに影響を受けているというか、まあ、そのジャズワルツを電子音楽的手法で、つまりパソコンで作ってみたらどうなるかというふうな、まあ、そういう実験的な、なんていうか意気込みで作った曲です。で、そろそろ演奏に入りますが、その前に簡単に英語で挨拶をしておきたいと思います。 Hey everybody, today I'm presenting to you Rainy Waltz, which is a jazz waltz tune interpreted in the style of electronic music. Hope you like it.